ルミックス DCS1 はパナソニックが2018年9月25日に開発を発表し2019年3月23日に発売したミラーレス一眼デジタルカメラである。同社のミラーレス一眼カメラとしては 35mm フルサイズの画像センサーを搭載した初のモデルとなった。より高画素のセンサーを搭載した DCS1R も同時発売された。 本機は高画質、機能性、堅牢性といった要素を追求するプロ向けのシステムカメラと位置づけられており、シリーズ名はスペシャライズドの頭文字からルミックス S と付けられた。2018年9月25日にパナソニックライカシグマの3社で発表された L マウントアライアンスに基づきライカ L マウントを採用した。パナソニックのアプライアンス社は L マウントを静止が動画の両面に有利としている。このため、開発者側もボディが大きいと感じたが、だからこそ操作性も良く、高品位な機能をもつけられたと語っている。DCS1R は2019年のカメラグランプリ大賞を受賞した。ライカ L マウント対応のレンズ3本も同時発売された。ライカ製レンズとの差別化のため、 ライカレンズを想起させる名前ではないが、ライカカメラ社の基準をクリアした証として、Certified by イ,イ,イカの文言が付けられる。ありがとうございます。